こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。新年度になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。新しい学年になったり、社会人になったり、部署が変わったり、いろいろ新しい環境になった方も多いんじゃないかなと思います。皆さん無理してないでしょうか。一方、真奈さんの生活はというと、もう社会人年目ということで、そんなに変わることもなく、変わり映えのない生活を送っておりますが、最近はですね、イラスト作成ツールにハマっております。はい。昨日ツイッターで、これ AI が描いたイラストすごくない？みたいな投稿したんですけれども、見ていただけたでしょうか。本当ならね、これですって言って今この動画にペタッとそのイラストを貼れたらいいんですけども、動画が収益化しているので著作権的に商業利用がまずそうなので、もしねまだ見てない方はツイッターとか見ていただけたらなと思うんですけど、このイラストがすごいんですよ。実際にイラストを見てもらったらわかると思うんですけど、かなりハイレベル。書き込みとか色塗りとかも本当にね、プロが描いたのかなっていうくらいすごいイラストができちゃいまして、で始まりはこれ数ヶ月前にネットの記事で見つけたんですよ。 AI 技術を駆使したイラストサービスが衝撃を与えるみたいな、それで、おー、どれどれと思って、マナさん結構サムネイルで女の子のイラストを使っているじゃないですか。で、今はね、フリーのイラストを使わせていただいてるんですけど、このサムネイルの女の子をこのイラストのツールで自分の好みのイラストが作れたらいいなと思って、このツールをね、使ってみたんです。で、どうやってこのイラストを作るかっていうと、二つのイラストを掛け合わせて新しい一つのイラストを作っていくっていうような形でして、ランダムでイラストのキャラクターが出てくるので、好みのキャラクターを保存して、で、そのキャラクター同士を融合させて自分の好みのキャラクターを作っていくっていう感じ。例えば髪の毛が茶色っぽい子とピンクっぽい髪の子を合わせたら、絶妙にピンクっぽい茶色の髪の毛の子のイラストができたりとか、なんだろう、パッチリ二重の可愛い感じの子と、ちょっとおとなしそうな感じの子を掛け合わせると、なんかちょっと清楚っぽい感じ、お顔は可愛らしい感じだけど、全体的な印象としてはおとなしそうな感じの子にできたりみたいな、そう、そんな感じでね、いろいろこう掛け合わせて自分の好みにどんどん近づけていくっていう感じなんですけれども、これがですね、洋服も同じ仕組みになっていまして、着てるお洋服もこうイラストを掛け合わせて融合して自分の好みのお洋服を着させるんですけど、ここでですよ、今日の動画のタイトル、絶対脱がせたいおじさんと私の人気なき戦いそう、他の利用してる方は圧倒的に脱がせたがるんですよ。あと胸を出させたがるんですよ、女の子に。で、このツールって AI のディープラーニングのシステムを応用していて、私もあんまり詳しくわかってないんですけど、結局多分これってディープラーニングなので、利用者の行動だったり好みを学習していくわけじゃないですか。だから、
私がいくらね、服を着た、普通のね、なんか私服っぽい女の子を作りたいなと思っても、他の利用してる方が、もう水着とか下着とかね、もうそんな薄着の女の子ばっかり生成するもんだから、最初のランダムでキャラクターを選ぶところから、もう服を着てない女の子ばっかり出てくるんですよ。で、私はサムネイルとかに使える女の子を作りたい。だから、ちゃんと服を着ててほしいし、胸は出さないでいてほしい。そう。そんなね、胸は大きくなくていいんですよ。でも、他の利用者は、脱がせたがるわ。胸をね、本当に、どんだけ大きくするのっていうぐらい大きくしてくるわで、もうって。もうね、服を着てる女の子がね、最初出てきたら、せっせと保存して、で、服をまとえるようなイラストを生成して、胸は大きくなりすぎずにってしてね、戦ってました。もう、ね、顔がどうとか、髪型がどうとかっていうより、服を着させるっていうことに、すごく私は、躍起になってましたね。で、これが正式のリリースじゃなくて、まだテスト段階、ベータ版でのリリースになってるんですけど、なんで、まず申し込んで、当たったら使っていいよっていうようなサービスだったんですよ。なんでね、最近、そのベータ版どうでしたかって、フィードバック、アンケートお願いしますっていうようなメールが来てたんですけど、そこで、もう、言っちゃいました。女の子に服をちゃんと着せてくれって。お願いしちゃいました。で、服もですね、制服姿とか、なんだろう、結構胸の開いたアイドル衣装みたいな、とかなんか胸のとこだけ開いてるとか、ね、軍服みたいなのばっかりで着てるって言っても、そう、そんな感じで、なんかもうちょっと私服っぽい服を着させてくださいって、お願いしちゃいました。いやでもね、なかなか、好みの自分らしいイラストが作れたんじゃないかなと思って、全体的にはね、とっても満足しております。また、正式リリースされたら、絶対脱がせたいおじさんとバトっていきたいなと思います。さて、今日もリスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。はい。では、本日1通目のお便り読んでいきます。ラジオネームカタパルトさんより、初めてのお便りです。寝る前や作業 BGM、移動中なのによく聞かせてもらっています。マナさんの恋愛に対する考え方がとても好きでいつも参考にしています。そこで恋愛マスターのマナ先生に質問があります。私は今大学2年生でアルバイトも特にしていなくてかなりのインドアです。自分には高3の時に付き合っていた彼女がいました。しかしそのことは分け合って半年ほどで別れてしまいました。別れてからも1、2ヶ月は連絡を取っていましたが、その子の携帯が壊れてしまったらしく、音信不通になってしまいました。そこからしばらくしたら自分のインスタのストーリーをその子が見に来ているのを見つけてしまいました。そこから連絡を取るわけではないですが、相互フォローにはなりました。それからまた数ヶ月、特に何も音沙汰はなく、占いに行く機会がありました。その時に占いの人にまだ元カノのこと忘れられてないんでしょと言われ、ドキッとしながらもいろいろ話は進んで、結果から言うとよりを戻すのは難しそうと言われ、戻ってもまた同じ感じで別れると言われました。気持ち悪いかもしれませんが、私自身相手がいいならまた関係を戻したいと思っています。
私自身、その子は今まで接してきた女の子より何か特別な感情がありました。言葉では言い表しづらいですが、その子といると素直になれる感じがあり、ずっといたいと思わせてくれる子でした。ですが、こういう時は別の新しい出会いを探した方がいいのでしょうか？それとも、また連絡を取ったり、何かしらアピールをして、もう一度やり直せる方向に向かってみた方がいいのでしょうか？恋愛マスターのマナ先生、ご指南お願いします。と、お便りいただきました。カタパルトさん、お便りありがとうございます。恋愛マスターではないのですが、答えさせていただきます。恋愛として正しいというか、こうすべきっていうより、私だったらこうする、こう考えるかな、みたいな感じですので、ね、そんなに、誰かはこう言ってたな、くらいに聞いてもらえたらな、と思います。はい。で、別れた彼女が忘れられない、また、よりを戻したいと思っている、ということなんですけれども、そうですね。まあ、このパターンっていうのが、何回もね、答えてきたので、皆さんは、ああ、いつもの言うんだろうなって、マナさんはこう言うんだろうなって、わかってると思うんですけど、私だったら、元カノのことはもう終わりにして、次の恋愛に進むっていうのを、選ぶかなと思います、カタパルトさんもそうかなと思うんですけど、元カノと別れた後特に出会いがないっていうタイプとか、初めての彼女と別れた後他にね彼女ができないってなると、元カノのことを特別って思いがちなんじゃないかなと思って、でも私はそうじゃないんじゃないかなって、元カノが特別っていうわけじゃなくて、ちょっと厳しい言い方になってしまうかもしれないんですけど、そこにすがってしまっているというか、なんかね、もっともっとそこに戻っていくんじゃなくて、前に進んでいこうよって思っちゃうんですよね。何事もそうですけど、昔は良かったぞおじさんとかね、昔取った成績とか賞に固執しているのとか、なんだろう、本当の自分が一番いい時にあると思っちゃうのは危険なことだなって私は考えてるんですよ。一番いい時の自分比で今の自分は本当の自分じゃないとか、こんなもんじゃないとか、そう、昔の自分こそみたいな風に思って今を見れていないと、自分でも気づかないうちにどん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 現実から置いてかれてしまう気がして、これは本当私自身が、自分自身が反省しての反面教師としての話なんですけど、そう、自分がね、過去ばっかり振り返ってる間に、周りの人は今をね、生きてて、前に進んでて、あ、綺麗事みたいになっちゃいますけど、本当に今を生きるっていうのは大切だなって思うんですよ。だから、あんまり過去が良かったなとか、あの頃が、って振り返るのは私は危険だなぁと思って、でもしその元カノもよりを戻したがっているっていう形だったら、ね、いい形で戻れるのかなと思うんですけど、お便りを読んだ感じだと多分好意でインスタを見に来たっていうより、あ、興味でインストを覗きに来たのかなと思って、あんまり期待しない方がいいのかなっていう風に感じたんですよ。
特別好きとかっていう感情じゃなくても、こうふと元カノ元カレ思い出した時に、あ、今何してるんかなとか、新しい彼女できたかなとかって気になって見ちゃう時あるじゃないですか。そう、だからそうですね、私だったら元カノとの思い出は、あ、いい思い出だったな、あの時は楽しかったなと思って、もうそれはそれ、過去のことで、今は今の生活を楽しもうって思うかなと思います。うん、アルバイトとかね、してみるのはどうでしょうか。インドアでバイトもしてないですってなるとね、なかなか、インドアが悪いっていうことじゃないですけど、外で遊ぶとか外で新しい人と出会うっていうのも楽しいことなんじゃないかなって思います。うん、バイトとかね、結構バイト同士で仲良くなれたりしますしね。うん、まあね、それあと数年もしたら嫌でも働くことになるんですけど、でもまた社会人として働くのとアルバイトっていうのはね、別な感じで、私は学生のバイトはバイトで、すごくいい思い出というか、いい経験になってるなって、うん、たまにこのラジオでも私のね、学生のバイトの話とかしますけどね。学生の頃のアルバイトはいい思い出ですね。うん、まあ、そういうね、今しかできないことっていうのもあるかなと思うので、ぜひね、大学2年の今を楽しんでほしいなと思います。カタパルトさんの春にいい出会いがありますように。そばにいてくれるよね。どうしていいのかわからない毎日が過ぎて、涙だって出ちゃうけど、前を向いたら少しは強くなれるかな。大丈夫大丈夫、きっとうまくいくはずだって、君からのメール元気出たよ。もうすぐ春が来る、桜の下で笑顔で会いたいね。
の気持ちまだ言えなくて、お送りした曲は市島凛香さんの歌う美和で春になったらでした。さて続いてのお便りです。ラジオネームひなさんより、まなさんこんばんは。こんばんは。いつもラジオ聞きながら気持ちよく寝落ちさせていただいています。私事ですが、先日一人暮らしを始めたのですが、そのタイミングで父が亡くなり、実家が母と私、父方の祖父母だけになってしまいました。母は予定通り一人暮らしを始めていいと言ってくれたのですが、母を一人で置いてきてしまったことが気にかかっています。姉と兄がいますが、二人とも家庭を持ち、離れて暮らしているので、母と一緒にいられるのが私だけなのですが、念願の一人暮らしや自分のしたいことができなくなることも辛く、また将来的に母とずっと暮らすことに不安を感じているため、どうすべきだったのか日々悩んでいます。初めてのお便りがとても重い内容のお便りとなってしまいすいません。これからもマナさんのラジオを楽しみにしています。とお便りいただきました。ひなさん、ありがとうございます。お父様の件、大変でしたね。ひなさんも、すごく、悲しかった、だろうな、と思うんですが、それに加えて、お母様の心配までされていて、本当に、優しい方だな、と、もうね、ぎゅっと抱きしめたいというか、美味しいプリンを買ってあげたい気持ちになりました。うん。私は一人暮らしをしたひなさんの選択っていうのは間違っていなかったと思いますし、ぜひせっかくの憧れの一人暮らし楽しんでほしいなって思いました、うん、ひなさんの人生っていうのはひなさんのものなので、自分のしたいように生きていいんじゃないかなって。でもちろん育ててくれたお母さんっていうのは大切なので、その自分の人生の中でお母さんを大切にするっていう感じで、親のために生きるとか、親のために自分の人生の選択っていうのはしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに私は考えています。うん。親を大切にするっていうのは、親のために生きるっていうのとはちょっと違うのかなって思っていて、ひなさんの人生を生きながらできる限りのサポートとか気遣いとかをするっていうので、私はそれで十分親孝行なんじゃないかなって思いました。うん。ひなさんのお母様もひなさんに変わらず一人暮らししなって背中を押してくれたっていうのは、多分お母さんもひなさんの人生を大切にしてほしいんじゃないかなって思いますし、うん。なので初めての一人暮らしはどうでしょうか。私もすごくね、最初一人暮らしした時嬉しくて、お部屋はこんな感じにしたいとか、自炊するんだとかって張り切ってましたけれども、自分の部屋はいい感じになってきましたでしょうか。楽しんでいますかね。本当にせっかくなので一人暮らし楽しんで、たまにお母さんに電話したり LINE したり、長期休みに帰省したりで、お母さんね、ひなさんのお家でもてなしたりとかしてあげたらいいのかなーなんて思いました。うん。で、もっともっとお母様がご高齢になられた時は、そんなに遠くに住んでないなら、こう、お買い物連れてってあげるとか、何か大変なことあればお手伝いしに行くよとか、遠くだったら、
長期休みの時にいろいろ面倒なこと手伝うよとか、そんな形でいいんじゃないかなって思いました。ひなさんの一人暮らしライフ、ぜひ楽しんでください。さて、続いては映画紹介のコーナーですと言いたいところなんですが、今日はおすすめの映画を紹介するというより、映画にまつわる雑談をしていきたいなと思います。そう、最近ですね、私 MCU シリーズを見始めまして、 MCU シリーズって何かっていうと、マーベルシネマティックユニバース、マーベルスタジオが制作するスーパーヒーローの映画なんですけど、スパイダーマンとかアイアンマンとかアベンジャーズとか、そう、なんか聞いたことあるじゃないですか。私も聞いたことあるなーっていうくらいだったんですよ。スパイダーマンはなんとなく昔見たことある気もする、昔お父さんとレンタルで見たことある気がするっていうくらいで、今までね、あんまりそっち方面、マーベルの映画を見てこなかったんですよ。でも最近リスナーさんがシャンチーおすすめですよって教えてくださって、シャンチーを見たらすごくね、壮大で面白くて、シャンチーも MCU シリーズみたいなんですけど、ああ、これが MCU シリーズなのかって。そう。この一つでも、一つの映画でも壮大な感じなのに、シリーズでいろんなスーパーヒーローが絡まってきたら、どうなってしまうんだろうと思いまして、シリーズで順番に見ていこうと決めて、最近見始めた次第です。はい。ところがですね、なんと MCU シリーズ30作品以上あるらしいんですよ。私もそんなあるのかとびっくり、ちょっと気が遠くなってしまったんですけれど、せっかくなのでね、この世界で MCU シリーズと言われているものを私も見てみたいなと思いまして、どれだけかかりますかね。30作品以上ですから、多分途中で違う映画もね、見たりすると思いますし、そうなんで、ね、マイペースに MCU シリーズ見ていこうと、見始めたよという報告でございます。はい。そう、映画自体は結構有名なのでね、特にスパイダーマンとか、スパイダーマンだけで2とか3とかって聞くので、まあ、それだけで独立しているというか、スパイダーマンとして楽しむものなのかなっていうふうに思ってたので、そんなね、いろんなものを絡まってる中の一つがスパイダーマンっていうのは知らなくて驚きました。でもね、なんか、そう、マイペースにと思いつつ、早くその世間のね、MCU に追いつきたいっていう気持ちもあります。次の作品をね、みんなで待ってワクワクするとか、新作出たらリアルタイムで見て、その興奮を共有したり、なんかね、考察して、ああでもない、こうでもないみたいな、そう。やっぱり、なんか昔の名作みたいな映画を見ると、ああ、昔からこんなすごい作品あったんだ、みたいな。これ、リアルタイムで見てたら、すごい興奮してただろうな、とかって思うことありませんか？私はね、最近、マスクマンっていう、1994年公開の映画を見たんですけど、1994年って言ったら、私が、生まれた年くらいですよ。約30年前の映画で CG、スペシャルエフェクツがこんなバリバリ使われてるんだって、こんなバリバリ違和感なく使われてるんだと思って、今見てもすごい技術だなと思うのに、
これを30年前に見てたら、もっともっと感動しただろうなと思って。うん。だからね、なんか早く時代に追いつきたいなって。考察とかもね、ヒロアカとか、コナンもそうですけど、内通者は誰だ?黒幕は誰だ?みたいな。そう。いろんなのね、細かいところから、あそこで、なんか怪しい描写があったぞとか、そう、そうやって考えるのも面白かったりしますよね。なのでね、なんかこう、どうやって繋がるんだ?関係性は?みたいな考察に私も早く加わりたいですね。なのでね、まあ、頑張って MCU シリーズ制覇していきたいなと思います。またたまにMCU どれぐらいまで進んだよっていう報告していきたいと思います。さて、続いてが最後のお便りです。ラジオネームキキさんより。マナさん、こんばんは。こんばんは。私は最近落ち込んだ時に明るく励ましてくれる曲ではなく、一緒に落ち込んでくれるような割と暗めの曲を聴いて気持ちを落ち着かせています。マナさんが悲しくなった時や気持ちが沈んでしまった時にしていることなどあれば教えていただきたいです。おやすみラジオのグッズやマナさんの書籍が発売される日を密かに楽しみにしています。これからも応援しています。マナさんのペースでファイトです。とお便りいただきました。キキさん、ありがとうございます。落ち込んだ時に暗い曲聴きたいっていうのはね、すごいよくわかりますね。私が学生の時なんかにはね、森山直太朗さんの生きてることが辛いならとか、アンジェラアキさんの手紙背景15の君へとか、畑元博さんがカバーしているレインとかね、この3曲をエンドレスリピートしてました。あと本とかも本当にね、太宰治とかキルケゴールの死に至る病とか、もうね、めちゃくちゃ暗い本ばっかり読んでましたね。そう、なんかね、綺麗事というか、そういうのを聞きたくない時ってありますよね。うん。お便りにはマナさんが悲しくなった時や気持ちが落ち込んでしまった時にしていることなどあれば教えていただきたいですとあるんですけど、最近はですね、なんかもう見方とか考え方を変えちゃいますね。自分のいいように。うん。それであんまりへこまらないようにしてます。もうこれは仕方ないことなんだとかって。自分に言い聞かせて切り替える。あんまりね、いいことではないかもしれないんですけれども、仕事でミスった時とか、周りと比べてしまって落ち込んだ時とかね、あんまりこうネガティブな考えに引っ張られないように、次で取り返そうとか、こういう人だっているとか、そういう時もあるとかね、なんか見方や考え方を変えて、あんまり落ち込まないようにしたりしてますね。うん。あとは、さっきの音楽の話とは全く逆の話になるんですけど、今はですね、結構一周回って明るい曲だったり、強い歌詞に励まされることが多いかなぁと思います。うん。心が弱々になったら、こう音楽で気持ちを上げていくとか、あとはなんか落ち込んだ時に対処するというか、落ち込まないように予防するようになったなーっていうのはありますね。うん。普段から体を動かすとか、日光に当たるようにして自分の心地いいって思う時間を増やすようにする。自分の心の状態をよく観察するようになりましたね、最近。うん。で、ああ、ちょっとなんか気持ちが沈み気味だわってなったら、私だったらそうだな、前向きに
なれるアニメとか映画を見たりとか、お気に入りの服を着て外で好きなものをテイクアウトして本を読むとか岩盤浴に行くとか、そんな感じで微調整をしてるかもなぁと思います、で、なんかね、うまくいかないことがあったとか、生理前とかね、私もめちゃくちゃね、落ち込むこともあります。ああ、もうほんと誰とも関わりたくないとか、ああ、もういつ死んでもいいんだ、みたいな気持ちになることもあるんですけど、ああ、それは一時的なことだな、みたいな。ああ、これ生理前の悲しくなるやつだ、みたいなね。とか、今忙しくて余裕がないから、すごくいっぱいいっぱいなんだ、とか。そんな感じで、自分の感情の落ち込みに対してそこまで絶望することがなくなったかなぁと思います、特に今って新年度になって慣れてない環境だったり慣れてない仕事をしてへこむことだったり落ち込むこともあるんじゃないかなぁと思うんですよ。でも、ね、今はもう初めてだから、まだまだ噛み合ってないこともあるから、そりゃうまくいかないこともあるよとか、半年後、一年後、いい感じになってたらいいんだっていうふうに思って、自分にね、こうじゃなきゃいけないとか、こうできなかったから自分はダメだとかね、あんまり自分を追い込まないでほしいなって思いますね。で、なんかこうやって大丈夫だって、で私が思えるようになったのはなんか歳なんだろうなぁと思ってそう、このラジオはマナさんより若い方が多く聞いてくださっているんですけど、私も皆さんと同じくらいの歳の時っていうのはもう本当にすごく落ち込むことが多くて、全く未来に希望が持てない、自分が半年後に生きてるかどうかすらわからないと思うくらいいっぱいいっぱいだったんですけど、なんだかんだその若い頃の感情、自分のいろんな感情、苦しい感情にたくさん揉まれることによって今こうやって穏やかでいられるのかなぁと思って、10代20代前半は私にとってすごく苦しい時期だったんですけど、自分を苦しめている感情、苦しかった気持ちっていうのはね、大切なものだったというか、大切なものというか、悪いものではなかったのかなって思います。落ち込んだり悩んだりするっていうのも、10年後とかね、にはすごく皆さんの強さや優しさの一部になっているんじゃないかなと思います。最中にいるときはすごく苦しいですけどね。でも悩むこと、落ち込むことっていうのは悪いことじゃないよなって今は思ったりしますね。まあなるべくなら落ち込みたくなんかないですけど。はい。で、お便りにはおやすみラジオのグッズやマナさんの書籍が発売される日を密かに楽しみにしていますということで、本当にありがとうございます。嬉しいですね。何でもない私のグッズっていうのを欲しいって言ってくれるなんて本当にすごいことだなぁと思って、で実はですね、もうすぐおやすみラジオのロゴが完成しそうでして、3周年の時に、3周年のラジオで今年は自分のなんかオリジナルのイラストなりなんなりを作りたいなーっていう話をしてたじゃないですか。そう。で、それをラジオで話してすぐにね、何を作ろうかなーって考えた時に、まずはロゴを作ってもらおうと思って、で、いっぱいね、インスタとか、ココナラとか、クラウドワークスとか、で、ロゴを作ってくれるような人をいっぱい探しまして、で、この人だっ
ていうデザイナーさんを見つけたんですよ。で、そのデザイナーさんがココナラとかクラウドワークスとかでなんかいくらでやりますとかってやってる人じゃなくって、まあ、インスタとかツイッターがあって依頼は DM でお願いしますっていう方だったので、もうね、震えながら DM を送りました。オビワンさんっていう有名なデザイナーさんなんですけど、インスタのお仕事の実績とか見るとジブリのグッズだったりとか、皆さんうんこドリルって知ってますか？なんかね、すごく流行ってるドリル、小学生とかがやるようなドリルのデザインをされている方だったので、私みたいなYouTube のロゴを作ってもらえるんでしょうかって心配だったんですけど、心よく引き受けてくださって、ね、それがね、2月かな、2月の中旬くらいにお願いしたいですっていう DM をして、人気のデザイナーさんなので、4月頃の制作になってしまいますが大丈夫ですかっていうふうに聞いてくださったんですけど、もう私はそのオビワンさんしか考えられなかったので、もちろんですって言って、そう。で、ついにね、4月になりまして、先日デザイン案を見せていただいたんですけど、あ、ね、すっごく可愛い。すごく可愛くておしゃれで、もう、ね、いいロゴができるんじゃないかなと思ってます。はい。もう次のラジオを出す時には、皆さんに、これが、おやすみラジオのロゴですって見てもらえるんじゃないかなと思って、私もすごく楽しみにしてます。はい。で、ロゴができたらステッカーとかグッズにできたらいいなと思って、4年目にしてね、今年こそグッズを出してリスナーさんとお揃いの T シャツとかステッカーができたらなんかすごいなって思います。うん、ちょっとずつですけど、本当にいろんなことができるようになってきて、すごく嬉しいですね。うん。自分のロゴができるなんて、なんか不思議で幸せな感じがします。うん。お便りに書いてくださった本もですね、頑張って YouTube を続けていたら、声をかけて、いただけるんでしょうか。チャンネル登録者数が10万、20万人ぐらいいかないと難しいのかなと思いつつ、でも今はね、Amazon パブリッシングでしたっけ、なんかね、そういうので自分で本を出版することができるんですよね、確か。うん、だからそう、時間はかかるかもしれないんですけれど、本も出すっていうのは私の夢なので、どんな形でも出したいなって思います。うん、何年後になるかわかんないんですけれども、あそこまで応援していただけると嬉しいなと思います。はい。でも、なんかもう、今でもすごく幸せというか、ここまでこうやって皆さんに押し上げてもらって、チャンネル登録者数1万人達成できて、ね、すごく幸せなので、うん、本当にいつもリスナーさんに感謝しております。いつも本当にありがとうございます。はい。なんか、最後、落ち込んだ時の対処法からどんどん話が変わって、自分の話ばっかりになってしまってすいません。はい。キキさん、いつも応援ありがとうございます。キキさんの生活が穏やかになりますように、そして今日の眠りがいい眠りになりますように、お便りありがとうございました。ということで、おやすみラジオ、今日も
お別れのお時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか？今日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。ここまでのお相手は、佐藤真奈でした。皆さん、いい眠りにつけますように。おやすみなさい。